無印良品の消しゴムを救いたい。とある動画で全然消えないと言われているこの消しゴム、コメント欄では消し方が悪いという声がたくさんありました。ということで僕が真偽を確かめていきたいと思います。それでは消していきます。僕も信じたくはないんですが、正直消しづらいとは思いました。え、これ消し方悪くないですよね。ちゃんと力を込めて消しているんですが、消し残しが存在します。次は分かりやすいようにシードのレーダーと比較していきたいと思います。それからさっきは角が立った状態で消しましたが、次はある程度角が丸まった状態で消したいと思います。まずはシードのレーダーから。次は無印良品のプラスチック消しゴム。これなんなら無印の方が力込めて消したんですけど、これだけ差が出ました。ということで使えませんでした。それと消しカスがめっちゃ出ます。